おはようございます。成仏について岩波書店の仏教辞典には次の記述がございます。中国日本において大乗各宗の成仏の捉え方は多様であるが、衆生は本来仏性、成仏するための因子を有するという如来像思想などを背景に、この肉身のままに釈尊と同じ悟りの境地を体現できるとする即身成仏という考え方が根底にあると説かれています。それまでの仏教の考え方では、仏になるには三阿僧祇号という膨大な時間がかかるとされていました。輪廻転生の思想が元になっていましたので、何回も何回も生まれ変わりを繰り返して、しかも数えきれないほどの長い時間をかけるというのでありました。しかし仏教辞典には、即身成仏を説く代表とされる密教では、歴号修行の過程を真言を唱えることによって代替できると考え、成仏を身近な位置に引き寄せたと説かれています。長い長い修行を真言を唱えることに変えることができるというのであります。そしてこのような発想は、表現は一様ではないにせよ、華厳宗の失徳成仏の説や、天台宗の諸住位での成仏、また禅宗の直視妊娠検証成仏、つまり自己の心清浄なる本性を鉄拳することが成仏に結びつくとする頓悟の主張などにも通底しようと説かれています。ここで禅の教えが出てまいります。そしてさらには、念仏の功徳により阿弥陀仏の安楽世界に往生してから成仏すると主張する浄土教でも、成仏が手の届きやすい範囲に位置する点では同じ流れに属すると考えられる。特に浄土真宗では、往生即成仏、すなわち往生がそのまま成仏であると考えられると説かれているのであります。成仏が遠い遠い未来の話ではなくなったのでした。真言密教では、真言を唱えることによって成仏できると説かれ、禅では心の本性を見ることによって成仏できると説かれ、浄土真宗では念仏を唱えて往生することで成仏すると説かれるようになったのでした。禅では心の本質を見ることによって仏になるというのですから、心の本質というのは仏の心に他ならないのであります。そこで馬祖禅師は、おのおのの自身、自分の心、これ仏、この心、すなわち仏心なりと説かれたのでした。馬祖禅師は、仏とはどのようなものですかと問われて、他ならぬこの心こそが仏であると説かれています。これが即身是仏という言葉であります。いかなるか、これ仏とはどのようなものですかという問いは、禅の問答ではよく出てくるものであります。無門観にも3つ出てきます。その一つが先の馬祖禅師の答え、即身是仏でした。他にも唐山首相禅師は、魔三銀と答えています。これについてはいろんな解釈がなされてきましたが、入谷義孝先生の綿密な交渉によれば、麻の総意一着分を作ることのできる材料の単位なのであります。その他に、唐山禅師のお師匠様にあたる雲門禅師は、漢詩結と答えています。漢詩結についても、こらいいろいろな解釈がございました。禅学大辞典には、クソカキベラの乾いたもの、転じて最も汚いもの、また無用のものを言うと解説されています。しかしながら、これも入谷義孝先生が自己と超越の漢詩結の章で明らかにされているように、従来解釈されてきたようなクソカキベラのことではなくて、乾いた棒状のクソのことなのであります。中国の辞書辞解にも、死を拭うの結なりと書かれているそうなのであります。もっとも、このようなものが用いられていたのは事実のようであります。
また実際に石鹸禅師の問答の中には、いかなるかこれ症状発疹と問われて思考等の中枢と答えていますが、これはまさしくそのようなヘラのことだそうです。実際に紙が貴重だった時代の中国では、大便の後にヘラで拭っていたということなのです。そこで漢詩穴もそのようなものと混同されたのではないかと察します。しかし入谷先生の綿密な交渉によれば、乾いた棒状の草のことなのです。そこでただいま広辞苑においても、漢詩穴は前後棒状の乾いた草、いかなるかこれ仏という問いに対して雲門が答えた後、仏につきつきまとうありがたいイメージを壊し、卑近なものに仏を見出すと解説されているのであります。朝比奈宗源老師は無門鑑定書の中で次のように提唱されています。漢詩穴とは昔からクソカキベラと言っている。中国で人が大便をした後で尻をこすりつけてちり紙代用をする杭だと説明されているが、しっかりしたことはわからない。要するにあまり綺麗でないもののことは確かだ。いかなるかこれ仏クソカキベラ、普通仏とは尊いもの、清浄なもの、拝まれるべきものと思っているのに、雲門はそれらの観念に遠いクソカキベラと答えたのだ。しかしこれは雲門が僧の持っている仏の概念をぶち砕くためにこう答えたのだなどと言ったら白雲万里だ。そんな意味で言ったとしたら、いかなるかこれ仏という問いに対する前者の答えとはならない。この答えが前に言うように時期に仏そのものであるのは、そうした思慮分別を差し挟んでいないからだ。ただ漢詩穴である、汚い意味もなく、そしる意味もない、このただが分からなくては前者ではない。当山の魔山吟も同じだというのであります。この辺になってくると、実際に禅の修行をしてみないことには分かりがたいことです。さらに朝比奈老師は次の話を説かれています。我が国でも山国の木材が豊富で神が乏しいところでは、サワラなどの木を縦6、7寸ぐらい、幅4、5寸ぐらいに切り、薄く割って大便の跡を拭うことが行われた。私が25歳の時、飛騨の九九の在の青谷村の山奥で104日独接心をした。その時付近の村では大概それを用いていた。箱を2つ置いて、1つは新しいのを、1つは使用したのを入れてやる。それをクソ壺に落とすと肥料に使用するに邪魔になるから、こうしておいて後で川に流すのだ。その木片が増田川から木曽川に入って下流の沿岸に登るときれいになっているので、みんな喜んで焚き木にしていると聞いた。私も帰国するとき、その新しいのを4、5本、もちろんまだ便所の箱に入れられないのを話の種にもらって取り、よく世話になるおばあさんに他の土産物の間に1本挟んで届けておき、後から行って説明しようと思い、この間届けた土産の中の木片はと聞くと、あれですか、あれはいずれ尊いものだろうと思い神棚にあげておきました、どういうお札でしょうと言われたのには弱ったことがある。しかしそれほどさっぱりした品の良い木片である。雲門はクソカキベラを仏として扱ったが、私のはお国柄だけあって、すんでに神様になるところであったというのであります。この話が面白くて、私も無門観を講義するときに用いていましたが、今日のようにこれがクソカキベラでなくなってしまうと使えなくなってしまったのでした。いずれにしろ大乗仏教になって、みんな仏になれると説かれるようになり、禅では魔山吟や漢詩穴まで説かれるようになっていったのでした。それでは姿勢と呼吸と整えましょう。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、
この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れてよし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろして、もう一度息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、はぁと吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちるのを感じて、さらに体の隅々まで新しい空気が満ち渡るのをこう感じながら、ありがたいな、嬉しいなと思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちで、その後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。